経過チャンネル始まるよ。皆さんどうも、経過です。今回はお盆のお話です。どうぞご覧ください。夏になると、ご先祖様に手を合わせることでよく知られたお盆がやってきます。今回はお盆についてお話ししましょう。お盆は裏盆とも言います。インドの古い言葉、ウランバナ、イランの古い言葉、ウルバンなどが元の言葉と考えられています。どうしてお盆が始まったのでしょう。昔々、お釈迦様の時代のことです。お釈迦様のお弟子さんの中に、とびきり優秀な10人の方がありました。その方々は、10代弟子と呼ばれていました。10代弟子のうちの一人、木蓮様は、神通第一。神通力にとても優れ、あの世までも見通す力があったといいます。木蓮様が、その神通力によって亡くなった母の行方を探すと、母は痩せ衰え骨ばかりになってまるで地獄のような苦しみの中にありました。木蓮様は母に食べ物や飲み物を差し出しましたが、食べ物は燃えてなくなり、水も砂に変わって喉を通りませんでした。この苦しみの姿を餓鬼と言います。木蓮様はお釈迦様に、なんとか母を救う手立てがないものか尋ねました。すると、お釈迦様はこう答えました。そなたの母の罪はとても重いのです。生前、人に施すことをせず、自分勝手だったために、餓鬼道に落ちたのでしょう。そして、こう続けました。多くの僧たちが、雨季の修行を終える7月15日に、ご馳走を用意して、経を読受し、心から供養すると良いでしょう。木蓮様が早速その通りにすると、木蓮様の母は餓鬼の苦しみから救われました。こうして夏の暑い時期にお坊さんにお経をあげてもらうお盆という仏教の行事が私たちの身近なものとなりました。私たちの周りには、実は目に見えない餓鬼たちがいます。お盆のお経をお唱えすることで、この餓鬼たちが
木蓮様の母のように救われます。お坊さんを呼んでお経をあげてもらうこと、餓鬼を助けること、こうした良い行いを功徳と言います。その功徳は皆さんのご先祖様に巡らし振り向けることができます。これを回向と言います。良い行いのお裾分けといったイメージを持っても良いですね。そうするとそのお家のご先祖様が心安く一層穏やかにお過ごしになれるとされています。お盆のお供えにはきゅうりやナス、スイカやメロン、ウリなどが多く選ばれますね。ガキたちは子供のように背が低いので高いところに身をつけるものだと手が届きません。こうした理由からお盆にはガキたちでも手の届く地面の近くに実る作物をお供えするとも伝えられています。お盆にお供えするお経は水瀬書きと呼ばれ、その名の通りガキたちに施しをするというお力があります。お盆の伝えには諸説あります。地域によってお勤めの時期が新暦7月、旧暦8月という違いがあるほか、お供え物、お迎え飾り等についてもその土地ごと、その家ごとの伝えがあります。お家にお迎えしたご先祖様と心静かに優しい気持ちでお盆を過ごしたいですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。またねー。